ビチューブらしいですね、手書きオードブル。やばいね。上に来るのは良いと。足を、足場を作って。皆さんこんにちは。今回の舞台は前回も挑戦した50年以上前に使用されていた廃墟の洋館。前回は十分な装備と時間がなく断念したが、今回は早朝から撮影を開始。だがしかし、昨日からの大雪が重なり、目的地周辺のコンディションは悪い状態に。果たして目的地に着けるのだろうか。今日はね、またリベンジということでね、もう目の前にあるんですけど、洋館があるんですよ、このダムの前に。もともとなんかそういう船で行ける、船で行けるけど、上からでも歩いてでも行ける感じだって、その船で遊覧船みたいなんで行って、まあその、ペンションじゃないけど、貸別荘みたいな。それはまた大人の遊び場っていうか、そういう説が。なるほど。で今はもう完全にそういう管理者がいなくて、荒れ果ててるっていう場所にちょっとリベンジしようかなという次第で。そうですね。怪しげですね、ほんと、あそこにね。うん。あそこにあるんですよ。見えますかね？ちょっとなんか、屋根がちょっとついてて、周りのところと多分違うと思うんですけど、初めはね、当初予定では、この池を、そのボートを借りて下から行こうって言ってたんですけど、スピチューブらしいですね、手書きボート。ね、有名 YouTuber とかは本当エンジンボートを使うかもしれないですけど。やばいね。すごいなぁ。やっぱ命かけてきた甲斐がありましたよ。ほんまやな。いや、感動するな。今まで見た一番廃墟だから、一番ね。一番いい。まだ今は桟橋もなく、ちょっとどうやっていこうかなって思ってたんですけど、まあ、上から行けるってことでね、こう僕らぐるーっと回って、今日降下するんで、もう結構重装備。重装備で。だから縄が入ってて、ちょっと危険なミッションになるかもしれません。はい。こう下に降りて、
この電柱にたどって。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お、上に来るのはまた良いぞ。粉雪？粉雪ですね。すごいなこれ。一回写真お願いしていいですか？いいよ。足場を作って。気付けて、自分で足場作って雪避けて。目的地へ到着。廃墟マニアからは洋館と言われていたが、近づいてみると和風の家屋であった。外観の雰囲気的には普通な感じだが、当時は相当裕福な人間が行き来したという情報があったのだが、家屋の縁側には黄色の果実がなっていた。人為的に植えられたのだろうか。家屋の朽ち具合から読み取るに、戦前からあったような感じがする。家屋のすぐ横は急な斜面になっており、当時は限られたものしか行けない陸の孤島だったのかもしれない。そしてごく最近設営されたような電柱も存在する。また再び利用再開を考えてなのだろうか。そして遠くから見えていた洋館のような長い建物は牧場にあるサイロのような感じだ。このトタンで張り巡らされたサイロのような建物部分は一体どういう目的の建物だったのだろうか。こちらは外側から撮影した内部の様子だ。内部はかなり朽ち果てているが、当時としては普通の家屋とは思えないような内部装飾だ。やはり裕福な人間が行き来していた場所であることは否定はできない。家屋のすぐ横は断崖絶壁かつ足場が悪いため、この建物全体の映像は撮影できませんでしたが、引き続き建物の様子をご視聴くださいませ。当時の生活様式などが少しでも感じていただけたらと思います。家屋の映像終了とともに今回の探索は終了です。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も
よろしく。